とこにいるとさあ始まりました第5回大戦11月22日いい夫婦の日ですね。さあ本日6段戦になりますが、6段戦本日対戦するのはチェンアオコ、ユーシオン、ファンキューシオレン、家田琥珀、そして天翡翠と、この5名で争っていただきます。まず第1試合ユー VS チェンですが、見ていきましょう。さあ画面を見るとユーさんがいつものコンボを決めている5500、おっとフルブーンですね。さあ最後はしゃがみからダウン、まず1本取ってないユーシオン、ファイト。個人的にシオンで青子さん若干辛いんですが、僕もフルシオン使えるようになりたいです。フルシオンの射撃はね、たまに超機能するんで、とか言うてる割にはリュウさんの射撃が振りましたね。あの射撃はね、青子さんかなり強いけど、ほらこういうことですよ。僕はフルシオンのあの技が見たユウさんに期待しましょう。さあ、エースだ、あ、エーグラ、エーグラと、なんかいやらしいです。しかし、フルシオンのエーグラはそんなに強くないですね。ハーフが強すぎる。あ、ハーフとフルシオン。キュッと。さすが初学のもみやまさんやで。ですよね。ちなみにもみやまさん何段ですか？僕、今日頑張って4段まで上がりましたよ。あんまり面白くない段や。頑張って5段まで上がりたかったんですが、時間切れが来てしまいました。やめろよ、運命、そんな負けたやんって。いや、そんなことない、実力。裏回り、ゲラしっかり渡してる。さあ、運命の勝者が審査ですが、バイク持ってたら言いたい放題や。さあ、頭、しっかりガード抜けして。さあ、EX ドロー。EX、フルファイヤー。さあ、目走って固める。さあ、ゲージ溜めて。ここは投了。あれ絶対スーパーサイヤ人ですよね。あれがスーパー武道です。あるある。でもあのゲーム時間切れないから。使い枠とりあえず飛んで食べる。おー言うてね。さあ一周ラウンドだが、さあ若干チェンアコがラインを上げて画面端に詰めている。ここは中央に戻して、裏回ってしっかり球を消し取って、Bグラウンドからため出し、うおー、あっこから A グラウンドしてて、表裏は表、しっかりガードしている。ゲージマックス、さあ、おーっと、ビグが強気の選択肢、なんと確認してますね。さあ、要請って、体力だと、チェーンアップ、最後はエスラー。さあ、日本、勝ったのは優勝。優しい問題でした、ユーミン。またマイク持ったパフォーマンスですか？やめてくださいよ。さあ、6段戦第2試合になります。出てくるのはファンキューシオレン。ファイト、潰れなさい。さあ、間違いなくこのシオレン3位置でしょう。ワンチャン全位置まである。さあ、そこまで持ち上げるとファンキューさんが気負っちゃうので、あまり褒めないようにしましょう。さあ、急降下からコマ投げ、ボールを置いてコマ投げ。さあ、これ永久パターンだね。さあ、暴れ潰しはしっかりガードしてる。おっと、いろいろあったか、ジャンピングカウンター。さあ、しっかり最大で決めていく。よし、カウンター、しゃがしいから2つ目だ。さあ、これは A 型で締めるライン、アイスのリードを受け、さあ、優勝の勢いが止まらない。コンボをパンパン決めて、最後は EX スワで締めて、まだ体力が残る。さあ、白レンワンちゃんなかった。まず1本のターン、優勝。なかったってのは変わりですか？え、いや、なんか閉まるやん。閉まってないよね、閉めたよね。どちらかといえばもう運営のガチャなんですよ。わかりますよ。さあ、ゆっくりフリーザ、いかが？こちらですので。え、ここで、わー、全然ね、しっかりと引いてくれ。さあ、やはりしっかりガードしてる。あと B、シンクが漏れてしまう。中段、あれを慣れてないと見えないが、いや、強いフリーズまで使いね。さあ、しゃがしいと、そして一人は、さあ、暴れ潰しはしっかりガードしてる。さらに、あれには釣られないぞと、ガードしっかり固まる優勝。出してくれて、空中からしっかり確認している。やるじゃない、いや、釣れなかった。
十七点。いや、中段からの重いコンボ、射撃でつないで、射撃でしっかり弾も補充して、さあファンキュー白いナッツじゃないか、中段通る、勝ちたい勝ちたいよ、ここまで。さあユーシオンが破竹の勢いで、プラス1。ここで出てくるのが、ビエタ紅白対するのは、先ほどから連勝を重ねているユーシオン。本日初参戦というのは、ここまでトン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 、案外というか、まあ割と早く残っちゃいまして、結構見てる時間が長かった分、この5段、6段と分布を離してほしい。画面を見てみると、画面を見て、鏡でいくか、ビエタ紅白、A サインが届く。やばい、アンビコさん、アーレテレスコー、ファニー上の位置でかい、いただきからの、インパルスは出るけれども、赤い文字は男たち、5回、ここは3番で固め直すというのと、固め直すピッチをしていく、飛びたい、飛ばしておく、ボネッタ、我慢した家の軍隊が上がる。ここのコンボちょっと見つかるな、ここを知ってる、さあちょっと手元が追いつかないか、あの辺りは正規髄といったところが離していく、角は取れない、おまけで取れないというか、かなり短いですね、あー絶望でござる、いやだ死にたくない、もう切り返す、言うのしよう、リバースビートは溜まっているが、サルビーオンでカウンターヒットよく見ていったかい、もっと見ていったかいな、紅白熱いな、熱いけど、ギターに持っていかなかった感じ、いやいいですね、2本目、お互いかなり続いている、ガンディーシーだ、あれの判定が強いと思いますね、超強い、なんか、あれ、レンの猫歩きにも当たるらしいよ、マジでか、うわ、なんかあれないか、そこです、そこです、X シングからチャッチマイニー集団からの正直だからしっかり1本正直回収が半端じゃない、さあ最後にどうか逃げていく、ここの攪拌はキャラさえやってないと取れない、ちょっと横あるとこの球だよ、だがゲージを受けてると体力はほぼマックスだった、ユーロシオンワンコンボ入ってきた時の絶望感が琥珀は他のキャラとは違う違う、あーあーうわーうわーさあハイパーゲーだったり、うわーこれ多分僕はあごめん言うことはないよね、なんか安売り込むなるよ、団長ですね、強い戻せ、グロータイク、ここは何かを繰り返せ、あーまたアプリーからで中段通せて、意地の大逆転、根性値があるユウ、最終ラウンド、ゲージはお互いほぼ五分の状況、立ち回り、ジャンプ D を振り返す、ここに対してジャンプ D し、カウンター取っていく、いただきと攻撃、ここは読み勝った家だ、思わず先をこすってしまったからですか、攻めていくユーロシオン、家田は逃げながらのジャンプ D、逃げにも攻めにも万能な技、予測済みです、あれよあれ、弱くなったとはいえまだ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 このゲームの1、2を争う決定は、気がつけば画面端に追いやられる、あれが琥珀のラインの上げ方、あーガードゲージマックス、あのガードゲージオーブと一緒で怒ると赤くなる、機嫌がいい時は怒ると赤くなる、割れやすい、タイミングを置いて相手のゲージを3人分からの、おっとおっと3人分3分分たいたね、そしてこれ何よりも削りすがやばい、黄色の部分に傷口が半端じゃない、火炎の数があるのに中段無理やり通して何本としてしまう、投げに行ったがここにこと投げる、さあ投げて黄色の部分はジャンプしっかり出る、いい感じだ、これに勝ったない、ここで粘った有能性は健闘同じく家田を勝つ、大丈夫、おや
よ、お掃除ちゃダウンなど。さあ、これは本日上がりますが、天の決意。いつの間にかキャラを戻すのですね。椅子です。よく知らんかったよ。ほんまにねえ、なんか気を付けたらきついやんて。お気をつけて。ここですか。まあ、本作の時にくっそ強いね。特にフルのマジー対策がね、非常に強くなってるのが、あとは完全に B ジャンシーの B ジャンシー、あれがかなりの強くを適してるんで、やりこんね、まつわりは多分毎年そんなに変わってないんだろうけど、要所要所取れるところが出たくなったんで、まあ、かゆいところに手が届く C ジャンシーの B ジャンシー。あー、ごめんじゃなし。お前 P ちゃんですんなよ。いや、僕プロトカー信者。僕はプロト精神、プロト信者ではございません。見ていって気がついた。残り35秒、体力はほぼ5分でしたところか。やはりその攻撃をよくスピードを押し返していくって。これよこれ。さあ、ファジー重なってないの確認していく。何度も言ったところか。この黄色が連携する。多分全体で天は削ってるでしょう。これはいい。おお、はぁ、最後のアンパーがなんか上乗せになってる。で、うわぁボボみたいな。すごい減り方した。そこまでがコモクなんだよ。あなたの投げだ、1500。そうそうそう、俺の投げは2500。全然いいんだけやん。顔でしっかり顔して、いいリスペクト。仕事をする。どこの正しい俺に当たった。ランプにし思って、しっかり拾っている。中段、思いっきり中段。いいねえ、あんな中段。この目に持ってこい。基本この目にしか使えないのかな。何かとかだ、何かあんのかな。ダウンするかな。昇竜拳、あれなんかすごい昇竜拳っぽい。昇竜拳のボック料理して差し上げます。おもう一度引き上げるぞみたいな。はい、私は今ですね。あー、どんかしゃがみくらい。何か考えてるから。料理して差し上げます。頭が追いつかないか。斬新さで、この状況、鉄板行動。見えない折り返し見せないか。詰めていく。いや、だ前に戻って、前に戻したい。ここで前に戻していくか。よく見ている。また重く投げ、重く投げは、あれ08の、出口さん思い出した。出口さんのコパーレンダー思い出しますね。あれ勝ったのエダーで小学戦対するチェンが総学戦となってしまいます。もう小学戦か。はい、3連勝ファイト。シャワー。さあ、チェンアウト。この流れを何とか止めたいが、このハックアウトはやはり辛いのではないか。料理して差し上げます。シーダンを打ちなのイエクスパット。そうね。さあ、詰めていく。またも画面端、一生画面端。このゲーム気づいてみれば画面が非常に狭い。なんかもうね、半分ないよね。さあ、ここで戻して前に、だが画面端をやる。ここで青子のクリア。ちゃんとカウンター、ダウンでしっかり取って、構成は考えているが、ダウンを打ち切りじゃない。確定ダウンを取るが、かけていく。死ぬまで先を越えていくのが、死ぬなきゃ安いんです。かっこよく決めて、イエダー一本昇格にリーチ。ファイト。さあ、これが最終戦となってしまうのか。ジャンプシーが入るか。その後どうもつながらない。おいしいね。ガラビゲイム。この男、確実にやってる動き受けるのかが、ここはチェンはしっかりと手を握って、 EXV やジャンピカウンター。この体力は残りはない。嘘、マジで残るよね。だけど、待ってるのはサボテン。シーロムらしく勝ったのはイエダー。ということで、小学生のイエダーのサボテンをおめでとうございます。さあ、覇者イエダーさん、一言お願いします。いや、なんかもうこれ恒例になってるんで、はい、結構なお手前でした。お待たせしました、どうも。よー